僕が今一番知りたいのは 今35歳なんですけど、はい、ここに至るまで気づかなかったんですけど、はい、やっぱ日本人というか人間自体が普段座る生活に慣れすぎてて、はい、そのためにやっぱ股関節とか硬くなって猫背になって携帯触る電気をまといすぎるとか、はい、いろんな理由が重なってやっぱ体が前のめりになってしまうことによって、はい、すごい日本人の運動能力がすごく下がってると思っていて、そこを一番どう解放してあげられるかな、うんうん、まあもちろんあんまり座ってない方がいい、うん、座る時間長かったらストレッチがしてた方がいい、うん、ストレッチするにはどのストレッチがいいのかとか、うんうんうん、やっぱあとは電気に囲まれている生活が多い中、やっぱ電気を流すと筋肉ってギュッてなるから、うんうん、やっぱ体って硬くなる環境に今いると思うんですよね、今の現代の人。そこをどう食事とか体勢とか感覚的なところでどう改善できるのかなっていう。なるほど。今自分の中で大きな自分の体をケアする中でやっぱすごくパソコンもいじるんで、今言ったことの、まあ、それが毒素か分かんないんですけど、毒素にまみれながら仕事をしてるんで、これをどう回復というかリリースしてあげられるのかなっていう。なるほど、思っています。はい、なるほど。でさっきのあれですよね、要はなんか猫背が多いとか、うん、股関節硬くなるとか、うん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 、っていうのをどうしたらいいのかみたいな。そうです、やっぱそれが一番、はいはい、そこからくるやっぱこの首の回らなさが、はいはいはい、視野の狭さにも来るし、はいはいはい、やっぱ肩が動きづらいし、はい、寝てる時の仰向けがもう呼吸がつくらい、はい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 、やっぱ体硬いなというか、自分のクッション性がなくなってるイコールやっぱ怪我しそうな。あー、なるほど。怖さが残っちゃう感覚が、年取るにつれてもそうだし。なるほど。そしたらそれむちゃくちゃ理にかなってるんですよ、体の中で、うんうん、要は猫背に、多分これ見てる人もやると分かるんですけど、猫背になってもらって万歳する、多分ここまでしかなってないんですよ、多分。めっちゃ上手くないですか。うん、上手くない。胸張ると上がるんですよ、勝手に上がるんですよ。本当だ。ですし、あと、もしあれだったらこんなにちょっと出していただきたいんですけど、まあ、頸椎、胸椎、腰椎とかってあるんですけど、出しましょう。首の骨とか頸椎、胸椎、腰椎とかあるんですけど、双子やん、胸椎頸椎、胸椎、腰椎、腰椎、はい、あるんですけど、胸の骨が今度は回らなきゃいけないんですよ、この回線って言って。そうです。この背骨の方が回るんですけど、本来、はいはいはい、が得意なんですよ。なんですけど、猫背になった瞬間に周りがなくなるんですよ、うんうんうん、周りなんかロックかかっちゃって制限されて、そうです、曲がるから。そうです、こういう状態で回るんだ。そうです、これで回らせちゃうんだ。なんで猫背になった瞬間にこれがなくなるんですよ、はいはいはい、で、まあこの頸椎の上の方で回るんですけど、ここしか可動域なくなって首が見えなくなるんですよ。なんでこれまた胸広げて回したら首の可動域確かに。そうか、こうサッカーしてて、はい、こう疲れてきて、こうなって、プレバウトしてこういう疲れた感じでこうなってこうするのと、はい、こうなってこうするのって違うわ、はいはいはい、違うそうね、違うわ。だから多分ルックアップしろっていうのは、うん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 、そういった意味もあると思うんですよ。そうだよね、ルックアップしろにはその胸椎と頸椎と甲椎が、はい、こうだからルックアップするんだよっていうコーチいなかったです。でもあるとは思うんですよ、うんうん、これが多分見れないんで、うんうん、これで首振る、まあ何のために首振るのかって話なんですけど、でもじゃあ視野の確保するっていう意味では、うんうん、ある程度いわゆるいい姿勢を取ってないと抜けないんですよ、うん、情報としてね、そうだね、姿勢良かったね、うん、情報を、正しい情報を知るためにね、はい、っていうので猫背は良くないですよ、はいはい、あと一個すごい分かりやすいのがあって、四つ目になってほしいんですけど、はい、ちょっと、うん、ただのやらしいか横向きやりそうって言うのって言うないのチャンネルだね確かにいいかで、猫背になってほしいです。そうそうそう、これで耐えてほしいですよ。はい、耐えてくださいよ。はいはいはい、いや、でも耐えてくださいよ。はいはい、って感じなんですよ。ただこれをまっすぐしてほしいです。じゃあいい姿勢、そう、グッと、そう、これで耐えてください。おー、よし、おー、すげえ、こういうことなんだ。そうっす、立ってても同じような原理、ね、あ、原理になります、なります。なんで猫背は力が入んない、あ、力が入んない、はい、へえ、すげえ。猫背な、逃げる姿勢ですね。で、正しい姿勢を取れれば、踏ん張りがいくらでも効くんですよ。まず素晴らしい、はい、1個は猫背良くないですっていうのは、うん、
そういう理由がある。あ、そうです。正しい可動域が出ない、いろんな場所で、うん、っていうのが一個と、あとは力が入らない、うん、なんで当たり負けする、うんうんうん、っていうのがあります、うんうん、なんで猫背は良くないです。やっぱその力が出ないと、うん、また違ったところに力が入ってしまって怪我をしてしまうとかっていうところですね。はい、あの膝とか。あ、そうです、うんうん、まあ、結局どっかが変わりをしなきゃいけないんで、うんうんうん、そうですよね、はい、うん、人間ってその正しい動きをするより目的を達成するために動くんですよ。例えばなんですけど、ちょっと話変わるんですけどこれ大丈夫大丈夫この話。もういい、これめっちゃ好き、深い。人間って正しい動きを自動的にするんじゃなくて、目的を達成しようとすることを無意識のうちにやってしまう。そうです、そうです、そうです。じゃあ例えばなんですけど、そう、何でもいいです。これ持つとするじゃないですか、ちょっと思うんですけど、うん、じゃあこれ持つとしたら、多分しゃがんで、ちっちゃい子が一番いい動きをしていて、うーん、子供って両手でいかないですか。やってくださいこれ、事故を起こすんだみたいなね。でも、そうなんですよ。要はこれ言ったら、ここちゃんと股関節曲げて、うん、ここで持ち上げるじゃないですか。これ結構理想的、力を使わないで動いてるのか、はい、あ、そうです、理想なんですけど、でも本当大学の方針はね、すいません、楽だから、はい、うん、でもこれって左右全く均等じゃないですよ。で、仮にじゃあ腰痛いってなったら、うん、今度逆にこうなって持ってるんですよ、うんうん、でも持てるじゃないですか、うん、正しいと思う、思う、今の、まあさっきよりいいですよね、腰が負担かんないんで、うんうん、でもじゃあ今度膝痛いってなったら、でもこうやって持てるんですよ。いや、そういう時ある膝と腰痛いってなるなんで、でも結局もうそーっとこうなる。そうです、そうです。でも結局こいつモテてるじゃないですか、うん、なんで目的は達成して、目的は達成できるし、間違ったことないので、はい、なんで要は癖がつくとか言うじゃないですか、うん、悪い癖とか、はい、っていうのはどっかしら、じゃあ痛いでもそうですし、うん、使えてなくなったりとか、うん、変わってとか、うん、っていうのをやってると、どん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 正しくない動きになって、だから怪我しやすくなりますよっていうのはあるっす。はー、ありがとうございます。ちょっと話が逸れましたね。いや、深いな、その目的を達成しようと無理して動いちゃうんですね。はい、で、じゃあさっき後で言った股関節ですよね。はい、股関節に関しては、この時点でアウトですよね、本来、うん、今のこの姿勢。そうです、そうです、うんうん、で、ポイン、腸腰筋張ってほしいんですけど、今度。はい、腸腰筋張りますが、では、初めて張ります、腸腰筋張ってください、ぜひ、大丈夫です。要は、腰から股関節につく筋肉なんですよ。腰から股関節、はい、骨盤で、前側です。前が、はい、実は腰なんですけど、腰の筋肉って地層みたいに何層も分かれてるんですよ。の一番お腹側についてます。内臓のすぐ後ろにあって、じゃあ腰って後ろ側だけじゃないんですか。そうなんです、意外とお腹側に近い腰の筋肉なんですよ。うん、がちょうどこの股関節、この辺につくんですよ。でつくんですけど、なんでこれで縮まっちゃうんですよ。これ縮こまって、まあ、立ってるってか、小学生の時の体勢座りとか、ね、いや、これが一番伸びるんですよ、この座り方。あ、座り方ポジションからこれやばいです、こっち縮まってますけど、何してても縮まるんですよね。え、ここちょっと矢入れちゃっていいですか。もちろんです。昔の日本人ってすごい身体能力高かったって言ったじゃないですか。昔の人ってすごいあぐらをかいて生きてたのに、なんでそれできたのかなって思って、体が柔らかかった。なんですかね。でも椅子とか、要はアメリカ人とかって靴で過ごすじゃないですか、うん、だから後ろ側使いやすいって聞いたことありますし、靴を脱がないからっていう。確かに。あ、やっぱ就活生活習慣したことないかな、それはね。これも分かんないですよ、分かんないですけど、日本でスリッパ履くじゃないですか、うんうんうん、そうするとつま、はいはい、先上げるんですよ、こうやって脱げないように。なんか分かります、はいはいはい、となるとペタペタあるんで、うん、こっち使うんですよね、必然的に。とか、あんま裸足を好まないですよね、うんうんうん、なんか僕は裸足の方が好きなんですけど、うん、僕もです、はいはいはい、なんですけど、なんで、面白い生活の中で必然的にこっちを使う、なんちょっと話使っていた、使っている今の方がっていう思うんですね。だ、今狭間ですよね、西洋の文化の生き方から昔の生き方の間で、西洋の文化になりつつあるけど、体とかが追いついてない部分もいっぱいあるんですよね、多分トレーニングとか。そうですね、もっと言えば農耕民族と狩猟民族、はい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 、これ多分聞いたことある人いっぱいいると思うんですけど、農耕民族はもう腰系ですか。そう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 、こういう作業、引く作業というか、そうです、低い作業、はい、とか要は引っ張る系、引っ張る系だ、狩猟はこう、そうです、投げ、槍投げるんで、おー、こっからだ、はい、なん
で押し出すのがヨーロッパとかあっちの人は得意、はい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 、で日本人は引っ張る方が得意、うんうんうん、なんで必然的にこっちの方がやっぱ強くなるのかなっていう感じはしますけど、うん、このビジネスとか、はい、そのアメリカ人プレゼンが得意とか、はい、日本人はこの人の気持ちこう、はい、汲み取るのが得意とかこういう押し引きに近いんですよ。近いです、はい力技だなパワープレイ、いや深いな先生いやいや深いわ、うん、股関節で言えばちょっと話を戻す、はいはいはい、でずっと今な窮屈なんですよ、うんうん、でも立ってる姿勢が、まあ、本当はナチュラル要はずっと縮こまってるんで伸びなくなっちゃうんですよね、うん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 、ってなると股関節詰まる、単純に詰まるっていう、なんでやっぱストレッチをしてあげたりとか動かしていってあげないと必然的に詰まって、うんうん、それも猫背を助長させる原因になるし怪我する。僕あの日本人男性がよくがんになるのって大腸が多いじゃないですか。はい、僕座れてるのが長くて、はい、やっぱここに溜まっていくんじゃないかなと思ってて、例えばなんかそのラッキーなんかそういうことを感じたりしてみてます、うんうん、もしかしたら関係あるかもしれないですね、うん、もしかしたら、うんまあ、でも股関節の話か、まあはい、そんな股関節はそんな感じ。じゃあもうこれこの股関節のストレッチしておけばこの詰まりはすごく解放されるっていうのを教えてもらいたいですか。1個はうわーどれにしよう、キャット&ドッグっていうストレッチあるんですか。あったー、目線は肘置いてで今度手のひらで地面をして、わーすげえ知らないことって多いぜ。